get that it makes no sense. Oh, but I've been trying to forget that I remember you exist. I'm just exhausted, cause you said you needed me. ヨーロッパに旅行2ヶ月ぐらい行ってて、お姉ちゃんと一緒に行ったんだけど、2ヶ月間お世話になったから、それの感謝の気持ちというか、なんか欲しいって言ってたものを買いに行く動画になってます。買いたいものとやりたいことが何個かあって、1つ目がメイク用品、リップかアイシャドウを買って、あとは欲しいって言ってたら日本でしか買えないものを買って、そして最後に手紙を書こうと思います。なんかアルバムまではいかないけど、写真とか貼り付けて、まあ可愛くデコレーションして、それを、ね、渡したいと思います。じゃあ買い物行こう。1個目はシーン、これは私のものなんだけど、ジム行ってて毎日洗濯しないと1枚しかバイカーショーツがないから買い足した。なんか素材が全然違う。2個目はね、青、もう1枚緑すごい今回カラフルなかった。ビーチタオルも買った。こんな感じ。おお、いいね、大きい。あとこれスカーフ、これ買いました。さっきのこれ着てみたんだけど、使ってみたね。結構いい感じじゃない？ここにね、こういうクリップもついてないね。ちょっと大きすぎたかもしれない。買おうかな。ショッピングから帰ってきました。で、この動画は Shop with me シリーズの9月号です。 September haul を撮りたいと思います。今回一番買ってるのは無印かな。無印のものから紹介します。1個目は靴下、スニーカーイン。これめっちゃおすすめ。これお風呂出た時のなんていうの、なんていうかわかんないけど、化粧水と乳液です。これしっとりタイプにしました。秋ということで。で、レトルトカレー、これはお姉ちゃんに買いました。グリーンカレーと、これお姉ちゃんの友達。私自分では無印のカレー食べたことないんだけど、まあ美味しそうだったから買ってみました。これは家用なんだけど、ボール、これね、アサイボールとかヨーグルトボールとか作りたくてこれを買いました。2つあるとね、お母さんと一緒に食べれるからこれ買いました。無印はこんだけです。ノートブック、これはお姉ちゃんに買いました。これ見て、ストロー、朝飲むスムージー用に買いました。これ100円ってすごくない？めっちゃいいね。で、ダイソーはあと2個、私のペンを買いました。
これはもう開けちゃったんだけど、ノートパソコンスタンド見えるかな。これ次じゃーん、次は化粧品。これは私イヴ・サンローランで初めて買って、ディオールはディオールも初めて自分で買ったわ。どっちもお姉ちゃんにあげます、サプライズ。これ開けれないわ。これは130番のリップを買いました。でこっちもプレゼントなんだけど、こっちはアイシャドウです。化粧水パフュームのサンプルで、聞いてほしいのが、この2つ店行って今日行ったんだけど、どっちも最後1点で買いました。私のお姉ちゃんはスヌーピーのファンなんだけど、ハンドタオルを買いました。これ超可愛くない？じゃーん、オープニングでも多分着てるんだけど、これ買ってすぐ着ちゃいました。ポロのシャツ着ました。この色めっちゃ可愛くない？でこれ着たらさ、お母さんにさ、なんか白いジーンズを合わせてきたんだけど、そしたらなんかゴルフ選手みたいに着てましたはい、これは私です。購入品の紹介は終わりです。あとはメッセージカードを書きます。ありがとうございました。How did we go from strangers to best friends to lovers in one bed, and now just a memory in my head, yeah.